賞味期、金田智子と森渡の離婚発表、戸籍上の夫婦ではなくした上で家族を続けていく、家族の新しい形とは、金田智子、森渡、離婚を発表、戸籍上の夫婦ではなく、家族として続けていく。声優の金田智子さん、51と俳優の森渡さん、41が20日、それぞれのブログで離婚を報告しました。金田さんはこの度、私たち金田智子と森渡は婚姻関係を解消し、戸籍上の夫婦ではなくなりますが、家族としては続けていくことに決めました。突然のご報告となり、申し訳ありませんとコメントしました。金田さんはさらに、家族3人の幸せについて何度も話し合った結果、心だけは家族のままでいたいとの思いからこの判断に至りました。渡さんと出会ってから15年、お互いの夢を支え合いながら歩んできましたが、私自身の夢追いが次第に負担となり、プレッシャーに感じるようになっていましたと明かしました。また、娘が生まれ、彼女にも大きな夢ができたことや、渡さんのオリンピック出場という新たな夢が加わり、プレッシャーが一層増してしまいました。このままでは良くないと感じるようになり、最終的には笑顔でいられる時間が減っていきましたと説明しました。金田さんは渡さんは私の笑顔を奪ってまで夢を追う必要はないと言ってくれましたが、彼が夢を諦めるのは申し訳ないと思いました。そのため、何度も話し合いましたが、夢を諦める結論には至りませんでした。それでも、私自身も笑顔でいたいし、娘にも真実の笑顔を見せたいという思いから、戸籍上の夫婦関係を解消する決断をしましたと語りました。金田さんはこのような選択が最適であると考えました。家族の心がバラバラにならないために、そしてそれぞれが笑顔で生活できるために、この形が最良だと思いましたと述べました。金田さんは常識とは異なる選択かもしれませんが、今後も家族3人で活動し、共に大きな夢に挑戦していきたいと思っています。娘が未来にこの形で良かったと感じてくれるよう努力し、親として精進してまいりますと決意を示しました。最後にここまで読んでくださり、本当にありがとうございます。渡さんや娘、支えてくださる皆様に感謝し、今後とも温かく見守っていただければ幸いですと呼びかけました。一方、森さんも自身のブログで離婚を発表し、夢を諦めるわけではなく、笑顔を犠牲にするわけでもなく、それぞれが自分のペースで笑顔で生きるために、この決断に至りました。今後も家族3人で活動し、大きな夢を叶えるために頑張っていきたいと思っていますと前向きに語りました。金田さんは2000年に声優デビューし、テレビアニメおしりかじり虫シリーズや、アズマンが大王、そして、獣フレンズで活躍。森さんは日体大トライアスロン部出身で、TBS 系、最強スポーツ男子頂上決戦や、SASUKE などで注目され、舞台やドラマでも活躍しています。二人は2013年11月に結婚し、2017年6月には第一子となる女児の誕生を報告しています。コメント。金田智子さんと森渡さんが離婚を発表したことに驚きました。彼らの関係はとても個性的で楽しく、愛情深いものだと感じていたので、突然の発表に少し驚いています。しかし、離婚の理由が仲違いや浮気といった問題ではないことが分かり、安心しました。彼らが真剣に考え抜いた結果である以上、外部の意見がどうこう言うべきではないと感じました。子供にとっても、両親が生き生きとしている方が良いでしょうし、合意の上でお互いが楽になれる道を選んだことは、何よりも大切だと思います。旦那さんが41歳で子供もいる中で、近代五種でのオリンピック出場を目指すのは、奥さんにとってかなりの負担になったでしょう。夢を持つこと自体は素晴らしいですが、パートナーがいる以上は現実的な調整も必要だと思います。とても素晴らしい考えだと思います。結婚していると、互いに支え合う責任感から不安を感じることがあります。例えば、金銭的な問題や病気になった場合などです。しかし、相手を大嫌いになったわけではなく、家族で亡くなっても一緒に過ごせる関係を望むこともあります。人それぞれに異なる人生の歩み方がありますし、お二人が自分たちで決めたことなら、これからも楽しく過ごしてほしいと思います。森さんに合わせて夫婦でマラソンをしたりしていたけど、かなり大変だったのではないかと思います。その気持ちがよくわかります。素晴らしい方で、一緒に子供を育てたい気持ちはあるけれど、配偶者の生活に全て合わせたり支えるのが辛いと感じることもあると思います。夢を追うことや体を鍛えることも大切ですが、家庭が安らげる場所でなければ辛いでしょう。内容は異なりますが、私も離婚を経験しました。下の子供がまだ小さいので、一緒に暮らしています。以前とは違って、
正直に言うと気持ちが随分楽になりました。状況が大きく変わったわけではないですが、ほっとした気持ちです。周囲には理解されにくいかもしれませんが、この選択が間違っていなかったと感じています。子供にはまだ伝えていませんが、今までとは異なり、心に余裕を持って接することができているのが大きな変化です。人それぞれ考え方は異なりますが、多様な形があっても良いと思います。金田さんのことはあまり詳しくは知らないのですが、イメージとしてはとても努力家で、一つのことに全力で取り組むタイプだと思います。結婚だけでなく、子供が生まれると様々な優先順位が変わってきますよね。どんなに頑張っても完璧な人間はいないし、何かを諦めたり手を抜いたりしないと続けられないものです。大きな夢を持つのは素晴らしいことですが、年齢も影響してくるのは事実です。この二人は相性が良さそうで、夫婦の関係は終わるかもしれませんが、家族としての絆は変わらず、良い関係を保てるのではないかと思います。私も夫を嫌いなわけではありませんが、一緒にいる意味を見失うことがあります。夫婦の意味とは何かと感じることもあります。ほとんどが一人で家事をしており、夫がいても寝ているかスマホを触っていることが多く、なんだか不思議な感じです。タイトルを見たときは、旦那さんが10歳年下で、もしかして新しい恋人ができたのかなと思いましたが、内容をしっかり読んで納得しました。金田さんの気持ちや悩みも理解できますし、夫婦関係がなくなることで、応援しなければならないという義務感がなくなり、外部からの応援の方が心の安定につながるのもわかります。別れる理由が嫌いからではなく、今後も良い関係を続けられる可能性がありそうです。夫婦でありながらテンションや雰囲気に違いがあり、うまく合わない印象を受けていました。こんな風に合わない夫婦もいるのだなと感じていましたが、金田さんの気持ちがよく伝わってきました。結局のところ、性格の不一致が原因だと思います。夫婦は長く一緒にいると似てくることが多いですが、長年一緒にいても合わない場合はこうした結果になることが多いように感じます。少し変わった考えかもしれませんが、婚姻関係を解消することで、夢を絶対にサポートしなければならないというプレッシャーから解放され、心から応援できるようになると思いました。渡君に夢を諦めてもらうわけではなく、私自身も笑顔を犠牲にするわけでもなく、お互いが自分のペースで幸せに生きるために、この形が最適だと感じましたという金田さんの選択は苦渋の決断だったでしょうが、家族全員が納得する結論であれば、それも仕方のないことだと思います。金田さんには少し独特な印象を持っていましたが、あるテレビ番組で旦那さんの森さんが普通なら反対されそうな挑戦をしたいと話した際に、それをやりたいんだね、それなら応援するよとあっさり承認している場面を見ました。その時、彼女が本当に相手を深く理解し、思いやりを持っている人だと感じました。おそらく、その考え方が今回の決断にも反映されており、悲しい別れではなく前向きな選択なのではないかと思います。これからも素敵なパートナーとして、家族として過ごしていってほしいと思います。